始まる。おはようございます。農林水産省で広報ウェブマガジンアフを担当している松本です。今日は休日に来ている畑から暮らし系 YouTube をお届けします。私は休日に全国にある産地に出かけたり、畑に行って農作業をする生活をもう10年以上続けています。今一緒に週末農作業をしているメンバーは農水省の職員だけでなく、他省庁や企業勤めなどいろんな仲間たちで畑を耕しています。今回もアフの声は聞こえてくるのでしょうか。皆様こんにちは。農林水産省広報室の佐野でございます。私の直属の上司佐野班長、コメント欄ではいろんな方から可愛いと言われているのはなぜでしょう。農林水産省広報ウェブマガジンアフ括弧以下アフというの今回のテーマは農泊です。私も産地を訪れるときはよく農泊をしています。農泊とは全国に点在する農産漁村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験などを楽しむ農産漁村滞在型旅行のことです。要は食や農を楽しめる旅ってことですかね。この畑には田ヶ谷九州の野田さんもよく来ていたのですが、最近はめっきり姿を見せません。他に楽しいことを見つけたのでしょうか。甘いほうれん草にしました。じゃあ今日は筋巻きで、後で最終的に株間10センチぐらいになるように植えましょう。はい。農泊地域である北海道阿寒郡鶴居村ハートンツリーでは、不定期ではございますがガーデンヨガを行っています。ガーデンヨガ、畑でもヨガやってみよう。こうした自然に親しんだり農を体験できる農泊は令和3年の末時点累計で全国に599地域ございます。週末に農に触れるルーティーン、いいものですね。ちなみに佐野班長は自分のスマホにひげ剃りを洗うルーティーン、枕カバーを洗うルーティーンなど忘れないようにすべて登録しているそう。皆さんもぜひノンアルルーティンを楽しんでください。アフはAmazon、あれ？アフはAmazon Kindle や楽天コモなどの電子書籍でもお読みいただけます。ぜひダウンロードしていただけますと幸いにございます。はい、いいですか。いいですよ、よかったです。はい。